今回ですけれども、福島の人気のですねお菓子店で柏屋のこちらお餅なんですけれども、これがありましたのでどんな味か気になり購入です。この柏屋なんですけども、薄皮まんじゅうでとても人気で、それは食べたことがあってとても美味しかったので、このお菓子店のお菓子美味しいなということで、このですね大福も味が気になり一つ購入です。これなんですけれども、仙台行った時に仙台駅のですね地下にありますお店がありまして、そこで購入しました。確かエスパルの、ところにある柏屋のお店だったと思います。で、このお餅のこの上のこのところに、この柏屋のマークなんでしょうかね、これが書いてあります。この紙袋のここに書かれているこのマークと同じものです。大きさですけども、このぐらいのサイズ感なので、まあ一回食べるのにちょうどいい具合の大きさで、通常の大福に比べると若干小ぶりかなっていう印象ですけども、まあ通常サイズより気持ちちっちゃいかなっていう、そういうぐらいです。原材料はこのようになっていまして、小豆、国産、もち粉、砂糖、麦芽糖、還元水飴、食塩、寒天、でんぷん、トレハロース、グリシン、加工でんぷん、乳化剤、炭酸CA、カルシウムですかね、炭酸マグネシウムでしょうか、はい、というふうになっています。3月15日までとなっていますけれども、購入したの2日ぐらい前なので、だいたい賞味期限2日ぐらい、消費期限ですかね、2日ぐらいだ、2日3日という感じだと思います。それではお餅の感じですけれども、こんな具合です。はい、結構ずっしりしているので、お餅もしっかりとした食感がありそうですし、中のあんこもたっぷり入ってるなという具合です。今触った感じ、こうちょっと固めに見えるんですけれども、寒いところにちょっとですねこれ忘れてて置いてしまったので固くなっています。購入した時はもっとですねこう触ったらプルプルっと柔らかい食感だったので、その状態キープしたいなと思ったんですけれども、ちょっとですね常温に戻してから食べればよかったんですけれども、時間的にもうすぐ食べたいなということで、ちょっとまだ冷たい状態、こういう具合で食べるという具合になってます。なので少し購入した時よりは少しっていうかだいぶですねもう硬くなっているという具合です。はい、それでは半分にカットしてみようと思います。中のお餅の様子ですね、あんことお餅の様子、こういう具合ですごく薄いタイプのお餅ではなくて、ある程度しっかりですねお餅の部分があります。そして中のあんこですけれども、このような感じでこしあんという感じなので、滑らかな食感味わえるかなと思います。少し食べてみます。こんな感じですね。お餅のこの皮ですけども、結構しっかりこうお餅のこの米の風味っていうんですかね、こういうのがあって風味も良くて美味しいです。で、中のあんこはこのような具合でこしあんなので、こう滑らかな食感がいいですし、まあ、ちょっと甘さしっかりあるなっていう感じなのですけれども、この餅の部分がそれほど甘すぎないので、この甘さと餅の風味、そして香り、このバランスがすごくいいなっていう感じです。こしあん好きな方はこれすごく気に入ると思いますし、今少し寒くなったので硬いですけれども、購入した時すごい柔らかい感じだったので、柔らかいお餅で食べれると思います。はい、ちょっと今回は柔らかい状態で食べれないですけども、次回行った時仙台行ったらもう一回ですね購入して、でその日のうちに食べるような感じで柔らかいうちのも試してみたいなと思います。はい、こういう具合で柏屋のですね福島のお菓子屋さんですけれども、美味しいお餅ありますので、仙台駅の地下の、ショッピングエリア、そこでお店ありまして購入できますので、仙台行ったらぜひですね食べてみてください。